皆さんこんこにちは伊勢神宮の正式参拝と言われている三岳内参拝について前編ではお話ししました。令和元年の秋に主人と2人で三岳内参拝のツアーに参加した時の体験をお伝えします。その日はなぜか朝から気分が向いていました。頭の中にネガティブな思いが駆け巡り、 私はどうしてこんなダメな人間なんだろうとばかり考えていました。意味もなく自分を蔑げすんで私は周りに迷惑をかけるダメな人間だと自分を責めてばかりいました。お昼ごろに伊勢木駅に到着し駅前の伊勢うどんの店の前に来ました。 そこでお昼ご飯を食べようということになりましたが、私は店の入り口に向かって歩み出せませんでした。私のようなものが、まっすぐ店に入ってはいけない。どこか周りに道をして、遠回りしてから出ないと、あの店に入ってはいけない。と、意味不明なことを考えていました。主人が呼び止めなかったら、どこをどうさまよっていたかわかりません。 伊勢うどんを食べながら、私のようなものがこんなおいしいものを食べていいのかと自分を責めていました。でもおいしい。なんておいしいんだろうって言いながら食べました。食べ終わった時に少し落ち着いてきました。あれ私はいつもとちょっと違うな。どうしてこんなに自己否定してるんだろうと思いました。主人も、そうだね。今日は変だね。と言いました。 ツアーに参加するとたくさんの人でした。私たちは並んで伊勢神宮の内宮まで歩いて行きました。御将宮の前の石段のところでは、石段の左側によって列を作りました。石段を上がって左に曲がると、三角市参拝の受付のところがあります。受付を通る私たちは一番向こうの方に並びました。 新館の方が私に続いて歩きなさいと言われ参拝の列は私が先頭になりました三垣内は大きな石がゴロゴロとしているので歩きにくくしっかり踏みしめて歩かなければいけませんでした三垣内に入るとまた列を作りみんなで並んで一緒に 二,例二拍首一礼の祈祷をしました頭の中で何かを考える余裕はなく団体行動に合わせるだけで精一杯でした終わってから一段を下りるときに胸の奥から震えてくるあの声がしてきました私みたいなものは迷惑をかけてしまうもうこんな私は生きていてはいけないのよそう思っていたらそしたらね そのままのあなたでいいのと言ってくださったの。私は心の奥に向かって、え誰がもしかして神様がと聞いたら、その心はうなずきました。私はびっくりして、ええー、いつの間にそんな話してたのと驚きました。心の中の声は、いいのかしらいいのかしらありがたいけど、嬉しいけど、申し訳ない、と。 泣いていてました私はその声に向かって「申し訳ない」なんて思わなくていいよってそのままでいいよって言ってくださってるんだからって言いましたすると心の声は「そうですねありがたくて」と言いながらだん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 うずきが小さくなっていききました胸のうずきは小さくなっていきました私はその声に向かって言いました このままでいいよって言ってもらえたんだ。神様の声、私も聞きたかったよ。でもハートさん、よかったね。神様はあるがままの私たちを受け入れてくださっているのだと感じました。